はい、こんばんは。はい、こんばんは。じいちゃんはんです。どうも。モザイクいる。さて、まあ今日もまた京都夜バージョン。まあちょっと早いんですけど、まあまあまあ、うん、シティや え夜明るいんだよここ。ああ。いっぱい LED がついてるもん。確かにそれはある。凄みとかは怖さはないけど、怖いのは車が怖いだけだね。うん、とりあえずまあみんな2人でまた行きたいと思います。もう行く、行ってみましょう。行ってみましょう。上どうしよう。登るのめんどくさい。体験談、改めてこの場所の語りましょうか。うん、語ってみて。清滝トンネル、トンネルの前の信号に差し掛かった時にブレーキを踏むことなく青信号になれば、それは何者かに呼ばれている。今日呼ばれてませんね、俺ら。きっちり赤だったよ、うん、ここに着いた時、うん、トンネル内を車で走っているとボンネットに降ってくる。これがね、あの前回やったあれじゃないのかなって思ってる。バンっていうとか。そうそうそう。あ、これはすごいわ。あ、すごいところ。あれ水の音じゃねえもんな。あんなでけえ水の音ねえもんな。確かにそのボンネットに降ってくるでワンチャンありえるのかな、ボンネットって言ったら前のことだろう。ここなんていうの、屋根じゃねえの。ボンネットに降ってくるってこの車の前の部分なの。そう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 。あと、行きと帰りでトンネルの長さが違っている。そらねえだろう。他にもトンネルを抜けたところにある不自然に下を向いているカーブミラーに自分の姿が映っていなければ1週間以内に命を落とす。これは前回昼下見でも言った。あった？そういや。あれらしいよ。そこにあるやつ。あ、そうなの？うん。峠の頂上付近では女性の悲鳴にも鳴き声にも似た声が聞こえてくる。鹿かな？これは完全鹿だな。まだ鹿見てないけどね、ここで。いるだろう。まあ、とりあえず、散歩しよう。歩きますか。おう。さあ、問題の清滝トンネル。歩きは別になんていうの。ここの信号さ、その、青い時に、そのまま行くと何かに呼ばれているって言うけど、要は青い、今こっち赤だけどこっちが青になりましたっていうタイミングですぐに行かないと、赤になるタイミングが早いんだよね、向こうが青になるタイミングが。だから要はこっちが赤に切り替わる直前で行っちゃうと、向こうが青になって衝突しかねないよっていう。寒いことですわ。ライトあった方がいいかな。トンネルがっつり明かりあるからそんなあれかなって思ってるけど、まあ暗かったら一部完全カットになるから。あのちょうど奥の暗い部分がどうなるかだな。何か映りました？青です。呼ばれとるな。さあ行きましょう。知らん。何だ？清滝トンネル。清滝トンネル。今この要は京都から反対側のところから入ったわけですが、この辺りで何か霊感ヒットするんですか？すでに。めちゃめちゃこんな。ああ、やっぱりあの途中の気になったところだけですか。ワンポイントだけ。全然大丈夫。
死にたなな。でも1,2,3,4,5 だからこの辺、このライトがあるところ。幽霊この辺りいっぱいいるの。いや全然だね、なんか音も取れてないし。おー、ライトなら歩きましょうか。なんか俺もフラフラしてる。何これ。